皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェーブ松阪です。さて4月から5月は潮干狩りのベストシーズンです。松阪市の松ヶ瀬海岸や五ノ市海岸は県内有数の潮干狩りおすすめスポットとして毎年多くの人でにぎわいます。しかし今年は新型コロナウイルス感染予防のため松阪市沿岸での潮干狩りは全面禁止と発表されました。禁止期間は8月31日までです。皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。それでは今回のラインナップです。竹上市長が4月27日緊急の記者会見を開きました。クラギ株式会社が社会福祉施設に役立ててもらおうとマスクを寄付しました。今回の異国家はツツジの里新滝のツツジをご紹介します。自宅でできる高齢者向けの運動をご紹介します。